はい、どうも、うずです。今回、おじほと第2回がモデル撮影なんですけれども、東京駅の方にね、来ておりまして、で、すでに人が、2人ほど来てるっていうことなので、そちらの方、まず挨拶ね、行ってこようと思います。で、キャノンの10-20mm レンズをせっかくお借りしてるので、今回はそのレンズで、Vlog 的に撮っていこうかなと思います。途中で iPhone とか GoPro とか映像挟むかもしれないけどね。焦点距離の方10ミリにするとこんな感じです。ちょっと手が長くなるでしょ。基本20ミリぐらいでいこうと思います。はい、まあ行ってこよう。はい、いますね、2人。ありがとうございます。ありがとうございます。今カメラの準備されてるんですね。そうですね、まあいつも通りですけど、いつも通りのやつ。キャノンですよね。キャノンじゃないか。キャノンですね。キャノンです。キャノンです。で、レンズは今回はシグマで、多分前回はキャノンだったんですけど、はい、今回はシグマの、はい、18-35 F1.8 で。おお、いいっすね。 F1.8 ですね。はい、はい、じゃあこっちはすごいごっついカメラが出てきた。これ何ですか、カメラは。ニコン Z9 ですね。あ、 Z9。 わー、ね、あ、 Z9 か。めっちゃマイクとかもすごい本格的ですね。で、 GoPro、 これいくつですか。 GoPro9 ですね。9。おお、12はしなかったです。これグリップとか全部パーツスモールリグとかで揃えてるんですか。そうですね、ここら辺はスモールリグですね。普段これで何を撮られてるんですか。いや普通に、動画、他の YouTuber の YouTube 動画とか。すごい。なるほど。じゃあ今日はこれでこういろいろとこう自由に撮っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあモデルの波江さんが到着したということなので、ちょっと迎え行ってこようと思います。はい、あ、来た。波江さん、来た。よろしくお願いします。波江です。今日モデルやっていただく、あ、波江さんです。今日のこの服、上ですね、インターナショナルオレンジって言って東京タワーの色と同じに合わせてきました。すごい。なんかこう首につけてるのすごいおしゃれですね。これ100均なんですよ。え、ちょっと待って、これ100均100均なんですよ、これ。すげえ。で、これ全部 GU で、はい、GU コーデなんですね。そうなんです、これも500円で。すげえおしゃれ。そうなんですよ。ぜひファッションの方も東京駅に負けないように。そうですね。あ、これじゃあすごいいいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、今日おじほと第2回参加していただいてるんですけども、カメラはソニーですね。そうですね、ソニーのアルファ1。アルファ1。アルファ1なんだ、すごいね。もうボロボロなんですけど。いやいや、使ってますね。そう、あと 24mm の、はい、1.4。今日は広角レンズで攻める感じですか。はい、普段 50mm 使ってるんですけど、今修理に出してて帰ってこなかったんですね。ちょ、間に合わなかったタイミングが、はい、間に合わない。今日はこれに行こうかなと。了解です。じゃあ今日は緩い感じなんですけど、楽しんで行ってもらえればと思いますので、はい、ぜひおじほと楽しんでください。よろしくお願いします。はい、お久しぶりです。今日はカメラの方は何を使ってるかってみんなに聞いてるんですけど、今日は何を使いですか。今日は富士フイルムの XT1 を久しぶりに引っ張り出してきました。いいですね、富士フイルムは今日唯一ですよ。なんか意外と皆さん使われないですかね。いやいや、いいカメラなんで、ぜひ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。Think it's true, I ain't never lied to West. Till I met you, I was in it for the test. Right, long nights, big waves will say the hate, and now we hold. どうですか、今日まだスタートしたばっかりですけど、楽しめそうですか。はい。じゃあよかった、よかった。はい。はい、じゃあこのままの調子でよろしくお願いします。お願いします。報道カメラマン。報道カメラマン。どうですか、Z9 で撮影してて。これパワーズームのレンズが欲しいんですよね、本当に。あ、パワーズーム。で、結局グリップも、はい、パワーズームに多分まだ対応できてないと思うんですよね。ハイレゾズームはいけるんですけど、せっかくあるのに、できないんで、はい、だから本当にパワーズームの使えるフルサイズ対応のレンズと、あとはこのグリップの、バージョン2とか出ればいいなと思ってるんですけどね。いや、これはこの子はニコンさん届かないとダメですね。ぜひニコンさん、ちょっとここの本格的に使ってる方の声をお願いします。同じポーズ。なんだこれ。
なね、あのロケーションがいろいろあるからね、いい感じで撮影してるよ。すごいいいね。やっぱり撮れる場所がね、東京駅付近ね、いろいろあるから、地理にね詳しい方も中にメンバーにね今回入ってるので助かります。いいっすね、超ロングシューター的な感じでかっこいいっすね。やべ、なんかアメリカンストリートで撮ってる人がいるみたいな感じ。おー、いいっす、あー、いいっす、かわいいっすね、かわいいですね、いい、いい、アクションですね。サンボルミアどうです。あ、そうです、あの、私があの大好きな動きですね。あー、いいな。明るいですね、結構、明るい。ビッグカメラと波江っていう。ちょっと変なタイム。あ、いいです。あ、ビッグカメラの宣伝。いいですね。はい、かわいいですね。はい、じゃあなめさんが今お着替え済まされたということで、走ってくると思うので、さっきと同じようにね、ちょっと見てみましょう。はい、来ました。ちょっと着替えてきます。はい、お着替えが済みました。あの東京のビル街に負けないよう鮮やかなグリーンで着替えてきました。綺麗ですね。それは、ま、はい、自由じゃないんですけど。あ、今度は違うんですね。あ、ジーパンだけ自由なんですけど。ジーパン自由、はい、これはちょっとどこで買ったか忘れちゃったんですけど。忘れちゃった。はい、でもなんかこうラインがおしゃれですね。また緑の中に。そうですね、なんかちょっと都会チックな感じで合わせてきました、うん、じゃあ午後はこちらの服で撮影ということで。そうです、お願いします。お願いします。目線こっちで、あいうえおってゆっくり口を動かしてもらっていいですか。そんな大きくなくてもいいですよ。え、座るのこんな感じで全然 OK です。なんか取材カメラマンがいますよ。取材カメラマンがなんですかね、なんかあのあれですかね、ドキュメンタリーですかね。あー眩しい、太陽が眩しい、目がやられる。目がやられる。すごいな。かなり明かりが強いですね。すごい、なんかテレビクルーがなんか密集撮影してる。ここみんなでジョジョ立ちしてる。やばいやばいやばい。怖い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 。ガチ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 で。I never loved the west side. Till I met you, I was in it for the test ride. Long nights, big waves, we'll stay the hit and now we hold hands. Z4, PCH, I'm from the big city. Big dreams with big 50. The notorious Jay-Z has instilled in me. White tees, no palm trees, but I'm front at the top saw. The high drones just for fun. I took all the past vocals and more Holland Road. はい、時間の方が、2時45分ですね。後半戦っていう感じなんですけど、メンバーの方もね少し増えまして、撮影の方をまた楽しんでる感じになります。ちょっと周りの方に迷惑がかからないように配慮しながらやっていきたいと思います。どうですか、波江さん、今のところちょっと雪をね、紐だいぶね、あの落ちてきてる感じがそろそろしますけど、撮影の方は、はい、あ、とっても楽しいです。よかったです。あの場所も変えて、はい、服も変えて、うん、気分もちょっと変わるので。いいですね。はい、私自身あんまり歩いてないので意外と、はい、あ、こんなとこあったんだみたいな感じで新鮮です。新しい発見もあっていい感じですね。そうです。はい、楽しい。じゃあこのままの調子でお願いします。お願いします。I never loved the west side. Sad cruising down the heart of a lake. Happy down in Brooklyn, New York, and Molly one day. You'll be here your whole life. Think it's time for a change. Show you on the west side. Wake up and you laying on my bed side. Don't know any guys from the east side. Yellow, how we do it out in bed side. You know. Think I saw you on the west side. Wake up and you laying on my bed side. Don't know any guys from the east side. Yellow, how we do it out in bed side. You know. Been living on my songs.
가사를 써준 너의 soul 흩던 너의 flaws 엘리와서 너만 신경 써 yeah. はい、今回の東京駅付近でのおじほとの撮影会なんですけれども、ラストの撮影場所もう間もなく5時なんですけれども、今日は1日もうずっとね歩きながらポイントを絞りながら撮影させてもらったんですけど、まあいろいろ川小物さんとかすごく土地勘のある方にいいポイントを案内してもらいながら撮影してみて、まあ、こんな感じになりました。はい、これでもうちょっと撮影して、今日のおじほと第3回は終えたいと思います。あ、よろしくお願いします。すごいまたなんか個性的な。よろしくお願いします。カズさん行きます。はい、大丈夫です。そこの入り口のところもちょっとおしゃれですよね。少し手前側に立てて後ろ動かせればなんかいいかな。嘘。振り向いちゃった。前ボケで。なんか逆にあここでっていうのがあったら言ってくださいね。あのそこで止まって。下から引かなくなるよ。怖いけど。やっぱりね。来られる方います。ここいいっすよ。なんかすごいいい感じ。どうぞどうぞ。じゃあ付けショット。じゃあ付けショット。あ、そう、これも撮りたいってな。ここ入った。結構かっこよくないですか。あ、別、あ、これ俺も撮ろう。そう、俺これ写真撮ろう。東京駅がちっちゃくなりすぎますかね。あ、俺なんすね。はい、すいません、フリー素材です。怖い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 。あ、どうだっけ。東京楽しいです。なんかそれでなんかここ使われるらしいですよ。よくドラマでよくね、うん、ドラマで使われるのこのシーンで。このくらいの規模感で撮影会も昭和のなんかカメラマンの声がけで、ね、いいですいいですね、可愛いですね、いいですね。佐渡島、なんで佐渡島の金鉱石が蜘蛛の巣張ってますけど。佐渡島サンバージュ。あ、そう、俺もいた。